皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のテーマは人類史の謎を大胆に解き明かす10病原菌鉄という本について解説するもんですけど、前回からついにこの本の最後の謎となる世界に横たわる謎編に突入しています。世界に横たわる謎っていうのは、それまでの謎の話を踏まえつつ世界の各地域の状況を実際に見ていくものですけど、前回はオーストラリアとニューギニアについて説明をしたということでした。今回はじゃあどこのエリアかと言いますと、歴史好きなら大体大好き中国です。ただし今回はですね、よくある中国の歴史ってことではなく、人類学史典における中国というエリアの特徴みたいな話ですね。中国史そのものを知りたい方はぜひ私の別シリーズざっくり中国史を見ていてください。ということでいきましょう。第16章、中国はいかにして中国になったのか。まず中国ですけど、ここはですね、世界的に見てもとても珍しい特徴を持ってるんですよ。ここで言う中国っていうのは、今の中華人民共和国を指しているわけではなく、また中国っていう東アジアにあるエリアのことを指しているわけでもなくてですね、その東アジアのいわゆる中華と呼ばれるようなエリアに存在する社会のことを指しています。まあ、今の中華人民共和国が非常に珍しい特徴を持ってるっていうのは全く否定はしないですけど、そういうことを言ってるわけではなくて、その中華圏に存在してきた社会っていうのが、その他の地球上で存在しているエリアに比べてとても珍しい特徴を持っていると。それは何かというと、統一性っていうもの。中華に統一国家ができたのは一般的には紀元前221年の秦の始皇帝によるもんですけど、それ以降ですね、基本的に中華には統一国家が存在し続けて、そして今に至るまで中国っていう広大なエリアは一つの社会文化圏を持っているわけですよ。私たちは中国っていうエリアに住んでる人たちを中国人ってひとまとめにしがちですけど、でも中国人たちは決して単一民族ではないですよね。つまり中国も実はインドやロシア、アメリカなどといったような多民族国家と呼べる国家なんですね。特に北部と南部は環境が全然違うこともあって身体的特徴も大きく違うんですけど、でも中国という多民族国家は中華っていう一つの社会文化圏の中でほとんど同じような言語を使ってるわけですよ。もちろん北京語と広東語は違えだろうって意見もありますけど、これらはシナ・チベット語族っていう同一のファミリーから誕生している言語であって、そんでもって中国人のうち大半が北京語と広東語を話していることを考慮すると、中国の言語っていうのはほぼ統一されているようなもんなんですよね、世界的に見ると。で、このようなほぼ統一された言語が広大なエリアでずっと使われているっていうのは実は世界史上結構異例で、例えば西ヨーロッパは同じカトリック文化圏内であるにもかかわらず、各地方や各国で使用されてきていた言語は非常に多岐にわたっているし、ロシアっていうスラブ民族によって統一された国家でも、その統一過程で支配下に入った非スラブ民族はもともと使用していた言語を長いこと使い続けてきたわけですよ。で、あとは例えば前回出てきたニューギニアなんていうのは、あそこが統一国家になったことはないですけど、でもあれだけ小さな土地でも1000の言語グループがあるんですね。今の中国のエリアに人が住み始めたのは約50万年前からだっていうのは分かってるんですけど、つまり中国においてもかつては今のニューギニアと同じように無数の民族と無数の言語があったはずであると。それが一度中華圏に統一国家が存在し始めると、瞬く間に言語の統一化が図られていって、それら言語はどんどん消えていったわけですね。この違いは果たしてどっから来たのかっていうことこそ、まさに人類が生んだミステリーってことで、この件についても簡単に解説をしていきますと、まずそこに至るまでの大前提として、中国っていうエリアも食料生産が自発的に起きた土地ですよね。中国の環境としてはざっくり南北に大きな違いがあって、北部は乾燥していて寒いんですけど、南部は暖かくて湿度も高いと。で、沿岸部は標高が低くて内陸部は標高が高いっていう違いもあって、これら違いのおかげで植物もその地方の固有種なんかが誕生するんで、中国ではさまざまな場所でさまざまな植物の栽培化が可能だったんですね。で、植物だけでなく豚、鶏、犬といった家畜も最古の遺跡から出土しているようですね。そんで時代が経つにつれて、ユーラシアの西側からは新たな作物や動物も渡ってきて、古代中国の経済発展に大きく寄与していくことになるんですよ。その結果、中国にはさまざまな部族社会、そして市長社会のレベルの人間社会が形成されていくことになります。
これは中国史では特に雄って言われるもんですね。雄っていうのは古代中国における都市国家みたいなもんでしたよね。このように食料生産を元にする人口増加から徐々に社会が発展して文明というものが生まれていって、紀元前3000年から2000年頃までには青銅冶金技術が生まれて、それがさらに発展して紀元前500年頃には鉄の鋳造技術が生まれるわけですね。こうやって社会がどんどん発展していった結果、その途中で殷っていう巨大な雄の連合体が形成されて国家となって、その次に今度は周っていうさらに大きな王朝が誕生して、中国は特に北部を中心に一つの大きな社会文化圏が登場してくるんですね。でその後の中華王朝も基本的に北部を中心に動いていくことになるんですけど、この周の時代にはですね、すでにとある考えのベースとなるものが中華社会の人の中で生まれてくるんですよ。それはすなわち中華思想というやつ。中華思想とは何かというと、ウィキペディアからそのままコピペするとですね、中華が天下かっこ世界の中心であり、その文化思想が神聖なものであると自負する思想、価値観、道徳秩序を指す。漢民族が古くから持っていた自民族中心主義であるってことなんですね。つまり我々中華の文化こそが世界最高の文化であるんで、中華世界に属していないエリアの文化はクソであるっていう考えなんですね。周の時代にはまだ異民族は差別対象ぐらいにしか思ってなかったのが、その後儒教っていうイデオロギーが中国で発展していくにつれて、中華思想っていうもっとずうずうしい思想へと発展していくことになるんですよ。儒教の考え方の中には王道政治理論っていうのがあって、つまり王者がその徳によって民をしっかりと教育して導いていくことが理想であるってことなんで、今中華世界にはない哀れな偏見の奴らもいずれは王者が導くことが必要であると。なんで中華世界がさらに拡大していくにつれて、その土着の文化を全否定して中華の文化に塗り替えていくんですよ。そいつらにとっても、それが良い行いなのであると信じてやまないわけですね。中華思想ではこのような現象のことを中国化、英語で言うとシニサイゼーションと言います。シニサイゼーションの定義も一応ウィキペディアから抜粋しておくと、一つの国家または民族が言語的文化的に中華文化に同化される、特に中華民族の根幹をなす漢民族が周辺民族を同化および融合する過程を指すってことですね。それだけ漢民族が高度な政治や経済文化、圧倒的な人口を持っていて、民族融合の過程で中核的存在になれたかと言えるわけなんですけど、でも驚くのはそれだけではなくて、皆さんご存知の通り、時にはその漢民族がもともとバカにしていた異民族に支配されたりもしますけど、その異民族による支配の時も他民族は中華が持っていた文化を踏襲しようとするんですね。つまり漢民族がその圧倒的力で異民族を支配下に入れて、その異民族をシニサイゼーションする傍ら、異民族が圧倒的力で漢民族を倒しても自らシニサイゼーションしていくっていうね、とても不可思議な現象が起こるんですね。これはなぜかというと、これについては特にこの本で書かれてないんで、あくまで試験になるんですけど、やっぱ中華の広大なエリアを統治するにあたって中華的社会制度を維持し続けるのが一番コスパ良かったんだろうなって思いますね。新しいものを独自に展開するよりね。だってもうだいぶ形として成り立ってるわけだからね。それをそのまま使いましょうと、居抜きしちゃいましょうって感じでね。そこのラーメン屋よくコロコロ店があるけど、そこにある設備はいつの時代も使えましたよなみたいな、まあ、そんな感じでしょでもなんてことを言うと、なんか怒られそうだけど、まあ、そんな感じでシニサイゼーションをどんどんしていくことで、中華の文化っていうのは時代によって多少姿形を変えつつも、でも古代からずっと長いことベースの部分は維持されていくことになるわけですね。それこそまさに今も使われている漢字なんかがそうであるわけですよ。このようにして中華圏が拡大するにつれて、その文化も継続して成長していくことは分かりましたと。じゃあそれを支えるものは何だったのかというと、ここで中国だけが持つ地理的な条件が出てきます。それは何かというと、まず中国域内において巨大な砂漠や山脈といった文化の伝播の障害となるような隔たりがほとんどないこと、そして黄河と長江っていうとてつもない長い川の存在ですね。黄河はユーラシアにおいて第4位の長さで、長江に至っては第1位ですね。このユーラシアでも有数の超長い川のおかげと安定した地形のおかげで、各都市間の交流が容易で、沿岸から内陸まで技術の伝播もスムーズに行えたんですね。そんで極めつけは、その黄河と長江っていう二大河川を結ぶ大運河を作った人物が中国にいて、それこそ中国が代表する暴君煬帝っていう
隋王朝の皇帝ですね。この人は日本とも関連性があって、あの小野妹子が遣隋使として派遣されて、日が沈む国よこんにちは倍日が昇る国みたいな手紙を出して激怒させたと言われる人物が、その黄河と長江を結ぶ運河を作った煬帝なんですね。まあ、煬帝がなぜ怒ったかっていうのはまさに中華思想であると言えるわけで、日本なんて中華世界からしたら蛮族もいいとこなんで、そんな奴らが舐め切った手紙を出しやがったってことで煬帝は怒ったと言われるわけですね。でその煬帝暴君ストーリーを細かく知りたい方は私の隋の動画をぜひ見てほしいんですけど、まあ、今回そこを飛ばして煬帝が作ったこの大運河のおかげでですね、北部と南部の交流もさらに容易になったわけですよ。それに対して西ヨーロッパっていうのは地形的にこんな長いか存在しないし、そんで地形の起伏も激しいんで、文化的および地政治的に今まで一度も統一されることなく今に至るというわけですね。以上のようにですね、中華思想に基づく中から外へ向かうシギサイゼーション、そしてその巨大文化圏を利用する形で起こる外から中へ向かうシギサイゼーションによって中国は統一性を持ち続けたことになったわけですけど、それを支えたのは中国だけが持つ地理的要素であったのは間違いありませんねっていう感じですね。仮に黄河がなければ、仮に長江がなければ、仮に中国を縦断する大山脈があれば、中国の歴史っていうのは大きく変わったことでしょう。ということで、今回は以上です。この動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくはハッシュタグおかりきでツイートしましょう。高評価とチャンネル登録もお待ちします。ではまた。